え本日は水星の近日ステン移動とはということでえお話し,します、えー、水星の近日ステン移動が一般相対性理論で説明できたということは有名な話です、えー、以下1988年9月の天文月報掲載の目で見る相対論ね福江先生のものから抜粋していますニュートン力学では 距離の事情に反比例する引力が働く場合、すなわち逆事情の場では粒子の軌道は円錐曲線になる。特に補足された粒子の軌道は綺麗な楕円軌道になる。一方、相対論では引力が逆事情で表せないために、えー、距離の逆四乗に比例した負荷的な引力が働くためですね。例えば楕円軌道は閉じなくなる。 この性質を近似点の移動と呼んでいる。楕円軌道の長軸の向きが回転するということですね。こんなふうになりますね。はい、太陽があると、ね、水星の楕円の長軸がこう回転していくんだね。え近点移動による軌道の変化、近点と長軸が回転していると、ね、ういうことですね。 えー、近地点の移動は中心の天体がブラックホールであるか否かにかかわらず太陽などの周りでも生じうる現象で太陽に一番近い彗星でその楕円軌道離心率 E ほ約0.21が完全に閉じておらず少しずつ近地図点の移動が起きている。 観測される移動量は100年につき、角度にして5600秒角ほどもあったって、ね。このうち大半はあの一般採者と、ね。で、木星等の他の惑星の重力というこれが532秒ある、ね、よるもので、残ったニュートン力学で説明できない43秒角分が一般相対性理論で説明されたということですね。 相対論的効果が小さい極限での1交点あたりの近似点の移動角、デルタファイの正式で、デルタファイイコール C 字乗分 A×A、1マイナ C 字乗分の 6πgm ですね。ただし G は万有引力定数、C は高速、M は中心の天体の質量、A は軌道長半径ですね。E は軌道の離心率。 水星の場合に M は太陽質量 A に0.3871天文単位 E に0.2056を入れると常識から1公点当たりデルタファイイコール5る1 0のマイナス7乗ラジアンこれは0.103秒ですね3秒角公点周期が0.2409年だから、ね、100年で約43秒3秒角ね ブラックホール運動方程式は何もない空間に質量 M の旧対象のブラックホールを置き、質量 M の粒子、星屑とか宇宙船等々、ブラックホールに比べて十分小さいもののね、これの運動方程式はブラックホール中心を原点とする極座標 Rφ を用いると、こういう式になりますね。はいえー、ただし、シバルト指ツと半径を RG イコール c 次乗分の 2GM、ね。オメガは2ファイ、2タウは角速度、L は単位質量あたりの角運動量ですね。上の式の下はね、下の式ですね。アインシュタイン方程式の球体対をかす全金的に平均な平坦な厳密解、シュバルトシルツ解として知られます。この時空の近傍の、えー、二次召喚の4次元的感覚の 事情でね、こう、戦争って言いますかね。これは、こういう式になってますね。で、ここで用いてる R、R は、あの、固有うう時間で、あ、タウは固有うう時間で、C は高速。T は、えー、座標時ですね。で、R は、あの、同系座標ですね。で、シーターは、えー、余、移動ですね。はい。で、ファイは、あの、軽度座標。 ここではあの RS って書いてありますね。どこれは RG のことで質量を持つ物体に対応する周波数と半径ですね、はい、RG=CG 乗分の 2GM のようなね決まるスケールファクターここで G は万有引力定数であるこの解はニュートン力学において質点の作る重力場に相当するっていうことですね この式を変形、変換、禁似すると、ブラックホール運動方程式が得られると。上記運動方程式は、式の上ではニュートン力学の場合と大変よく似ている。例えば、括弧2の式の左辺は、粒子の加速度の項で、普通の時間の代わりに粒子の固有時間、タウが用いてある点が異なるだけだということ。右辺の第1項は、中心の天体からの重力です。第2項は、角速度、オメガで、 回転する粒子に働く遠心力を表しているが、この項の括弧の中が、えー、ニュートン力学の場合とは少し違う。マイナス 2R 分の 3RG という不格好のために粒子が中心に近づくとこの部分は負になると。見方を変えればニュートン力学に比べて中心では重力が強くなっていると考えることもできる。このことは回転のエネルギーが一般相対論では、 質量と等価で重力のもとになることと関係すると。最後に、各個3式は面積速度一定の法則、あるいは各運動量の保存の法則そのままです。というね。R とファイの極座標で表すと、軌道の式は R イコール、1プラス E コーサインね、オメガファイ分の L となるとね。L は半通形で E が ですね、オメガがなければこれ楕大変の式なんですねで水星たちなみに彗星の,あの L は5560万キロですね、えー、常識コサインの中身に余分のオメガがかかっていることで太陽彗星間の距離 R が最小値を取ってから次の最小値になるまでにファイがオメガ分の 2π 動くことになると R が最小値を取る点が近似して 回転が 2π ラジアンならちょうど同じ点に戻ってくるのでその差デルタファイイコールオメガ分の 2π マイナス 2π の分だけ近似点が水性の交点と同じ方向に移動すると。オメガは約1マイナス 2L 分の 3RG ですね。で、デルタファイがでね えー、これは約あの L 分の 3πRG になります。で、RG は C 字上分の 2GM ですね。L イコール A、カッコ1マイナス E の字乗ですね。で、A は軌道長半径ですね。これを代入すると、ね、対応姿勢を主張すると半径はですね、RG は3キロぐらいなんですね。はい。当初の1周あたりの角度のずれ、 デルタファイイコール C 字上 A 括弧コ1マイナス E 字上カッコと1分の 3πgm を得ることができます。以上です。